はい、こんにちは、ビッグボイです。それでは今回もフォールアウト 4DLC 第3弾、ファーハーバー、続きやっていきましょう。リマとお話をしにアカディアにまたやってきて、まあすでによくわからない状態でニュークリアスをもう核で破壊できるわけだけど、この分解という言葉の意味がよくわからない。どれだっけな。核発射器についてリマを追求するってなってるけど、それって核発射器手に入れる前の会話のクエストだったかな。会話できるかな、発射器について。ニック、アカディアで暮らしたいなら歓迎しますよ。ニック、ありがたいが、ダイヤモンドシティにですが人間に囲まれてでしょう。同胞と暮らせますよ。がっかりさせて悪いが、俺にとっての同類は知り合いのことだ。信用してる連中のことだ。もしチルドレン・オブ・アトムが態度を軟化しなければ、血が流れることになります。それはもう時間の問題です。とりあえず面と向かって話そうか。ディーマ、チルドレン・オブ・アトムとファーハーバーを和解させる方法を見つけなければ。あんたがファーハーバーでしたことについてもっと話してもらわなくては。あんたがファーハーバーでしたことについて、あ、隠れてる。過ぎたことを悔やんでもしょうがない。それでも仲間のため、ファーハーバーの住民のため、証拠を隠蔽する必要があります。お願いです。あれ、発射器について尋ねられない。選んでない選択肢全部聞くか。ファーハーバーには知る権利がある。ファーハーバーには知る権利がある。正しいと思うことをすればいいですが、行動の前には慎重に結果を考慮してください。あれ、聞けないのかな。いや、ディマ、何か用ですか。発射器について聞きたいんだが。あんたがファン過ぎたこと、それで全て一人でやったの。私の行為は、ああ、特に聞けないのか。ありがとう、約束します。両者が共有する。あ、盾ゲット。なんだか盾ゲット。あ、で、頭蓋骨とか渡して、あ、Life should be の方が完了した。なんか新しいクエスト発生した。クローズトゥーホーム。霞と話す。後の祭りも失った。アカディアの運命は決定した。決定しちゃったか。いや、ディマ、何かご用ですか。はあ、あ、レールロードっていうのは動画外で進めておいて、発見した連邦の方の組織の人たちだっけな。霞、まあアカディアの運命が決定した。だけどまだ和解はしてないよな。和解っていうか、まあチルドレン・オブ・アトムとファーハーバーの人たちか。まだニュークリアスの方で全部見切っていないディンマの記憶もあるんだけど、ちょっと霞と話してこよう。霞、あ、そっちか。全てが終わったら話に戻ってきて。私には考えなきゃいけないことが山ほどある。霞、全てが終わったら話に戻ってきて。全て、私には考えなきゃいけないことが山ほどある。まだ話せないのかな。全てが終わったら話に戻ってくる。とすると、まだまだこっちの方を済ませないといけないな。ニュークリアス破壊しようと思えばできるけど、それやったらディーマーが成し遂げたがっているファーハーバーとチルドレン・オブ・アトムの人たちの和解が成立しなくなっちゃうから、とりあえずニュークリアスに余ってるディーマーの記憶のパズル解いて別のロケーションの探索に行こう。今上級調剤司祭との会話オプションがあったり、もしくはアトムの人たちに協力するようなサブクエストもあるんだけど、まあそれはちょっと一回置いといて、ようやくアトムへの責任を果たす準備ができたら、ちょっとまた今度にして。あそこの上の通路通ったら確かパズルルームのターミナルの部屋に、パズルルームのターミナルの部屋、そっちの方に行けるんだけど、行けるかな。
これいけんのかな。お、いけた。あれ、てかこっちにもなんかあった。ん？なんだ？単純にそれは不可能だよ、シスター。でも本当にいたのよ、スープの中に。いや、もう違う。罰当たりだし、再び話題に持ち出すなら、上級調剤師隊に知らせるぞ。ちょっと話しただけよ。自分が見たことを。何の会話だろう。こっちだね。さてと、一旦脱いで、またインデクサーの運搬をしてあげよう。これやっていくか。さて、ちょっと久々にやるけど、インデクサーだね。まあ、まずは道を作ってあげないと。これ作れるね。こうして、こうして、うん。こうして、まず道の方をちょっと倍速かなんかでちゃちゃっと作ってしまおう。あれだ、ライトの上からこう、こうやって。で、今度反射が必要だから、あれ？ 2 つあるぞ、行き先が。さて、これでいいんじゃないか。ちょっと今回高低差のあるパズルで若干複雑だが、あとは道を作ってあげよう。インデクサーがここまで来てる。セントリーが侵入プログラムを検知。はいはい。ちょっと今回コードブロックの数が少ない。少ないな。回収できるブロックまだないかな。で、今回ここ囲まれてるからこれ回収できないもんな。ここにセントリーたくさん固めて、こっちから少しずつコードブロックを取ってこう。で、これでインデクサー通るでしょ。通れるけど狭いな。どうしよう。いけるかな。侵入プログラムを検知。ここ回収しちゃおう。警告、データ漏洩を検知。オッケー、回収してる。侵入への対抗手段。待って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 。こっちにセントリー置かないと。ステータスアップデート、長期記憶保存装置の欠落データを回収。あれ、インデクサー1体しか来てない。ちょっとこれは待つことになるな。こっちのセントリーもう1個持ってこう。セントリーが不正インデクサーに対する削除プロトコルを開始。この2体で 100% だ。記憶の回収を完了。これでデータストリームは次の記憶にアクセスできます。次のアクセスも可能。メモリーファイル識別 0H-3X0B 音声に切り替え、再生開始。ファーハーバーが真実を見つけた場合や、私の努力にもかかわらずよそ者が恐怖にとらわれた場合のために緊急計画を作りました。ファーハーバーのキリコンデンサーに動力を与える風力タービンを孤立させました。キルスイッチの命令でコンデンサーはキリとその生き物に対して無力になる。やってしまいましたが、やってよかったのでしょうか。これは大虐殺だ。私が引き起こしたのは。私のメモリーから指令コードを削除します。万一必要な時のためハードコピーは埋めておきますが、私の近くに置いてはおけません。気分が悪くなる。追加の場所のデータを添付。キルスイッチ指令コードと風力発電所管理棟への座標。風力発電所。え、キリコンデンサーを無力なものにしてるのか。どっか
シミュレーション終了。ディーマにそれについて尋ねられるかな。クエストが増えた？そういうわけじゃない。これだ。メモリー回収はまだ全部終わってないけど、とりあえず風力発電所の停止スイッチコードを回収しよう。あと2つのパズルが待ってる。こっちだね。こっちは1回行ったことがある。うん、ディーマの貯蔵物、貯蔵物、貯蔵庫では貯蔵物ってところがある。レイバンポイントまで行こう。さて、レイバーンポイントまでやってきて、ここはかつて、誰だっけな、レイダーみたいな人たちがいたんだ。で、場所が、もう近くだと思うけど、武器は、ピストルで、風力発電？お？あ、トラッパーがいる。トラッパー無視で。敵はいないね。いるな。アングラーがいる。霧が濃くて視界が悪いんだけど。アングラースポットついた。なんか光ってんだけど、なんだこれ。クリティカル来い。ん？当たってないぞ。痛い。アングラー満載。ゲイ。もう一体アングラー。おーら。あ、全然効かないな、これじゃ。おー、もう一体来てる。ロード、あー、弾が結構減ってる、これ。どれだ？光ってる。ルアーウィード。ん？あ、いつの間にかこっちに近づいてる。ディーマンの貯蔵物という場所？水の中入るとパワーマは動きが遅い。あ、なんか埋めた跡みたいのがある。お、風力タービンコード。パーハーバーの防御を破る。あ、ディーマじゃないや、ニックが変な泳ぎ方してるんだけど。ニック何してんの。これはファーハーバーの風力タービンに設置された停止スイッチを作動させるコードを回収した。どうしようかな。とりあえず、あ、もしかして今すでに核でニュークリアスを吹っ飛ばすこともできるけど、逆にファーハーバーを吹っ飛ばすこともできてしまうのか。いや、とりあえずハッピーエンドで終わりたいから、またディーマを問いただしに行こう。さあ、ディーマさん、あなたの新しい記憶を持ってきましたよ。我々の特別な性質を考えたこと。ニックにやたら話しかけるな。何か模様ですか。僕が用があるんです。お前の記憶の中にファ、ちょっとニック。お前の記憶の中にファーハーバーへの電力を遮断して霧で飲み込むための停止スイッチがあった。あ、ま、違う、間違った。この島にはですが、ある日、他に。これです。お前の記憶の中にファーハーバーへの電力を遮断して霧で飲み込むための停止スイッチがあった。
全てこのホロテープに記録されている。ちょっと見てみましょう。そんな短時間で見れる。思い出しました。パーハーバーが敵に回ることを恐れていたのです。彼らの大切な島にとって、私たちがあまりにも違っていると懸念を抱くこと、私は緊急時の対応策を練ったのですね。大量虐殺、そして停止スイッチのコードを隠した。実際にそれを使用する事態を想像するのも嫌だったから、その計画を練ったことすら忘れたかった。だから記憶も隠しました。私は何をやったのですか。チルドレン・オブ・アトムがあのコードを手に入れたら、彼らはファーハーバーを破滅させるでしょう。あ、じゃあ見つけておいてよかったのか。というかディーマー、記憶失う前のディーマー、なんかありとあらゆることに対策を練りすぎじゃないか。ファーハーバー終わらせましょうっていう選択肢もあるし、どっちも破壊しようもあるし、まあ A だな。ディーマー、心配するな。コードはすでに手に入れた。ファーハーバーは安全だ。よかった。ではこの争いを終わらせる方法を考えましょう。パワーマンに被ってる。記憶の中に他には何かありましたか。他には特にないので先を急ぎます。先を急ぐことにする。そうですか。さてと、とりあえずじゃあまあこのクエストはどれだっけな、これはいいのか。ファーハーバーの防御を破ってしまうと、まあ、つまりここのメンテナンスルームに行って切ったらもうファーハーバー王者になるっていうわけだけど、それが目的ではないので、じゃあまたメモリを回収するべきだな。それじゃあ今回はこんなところにして、次回はもう一気に2つのパズルやってデータを手に入れてしまいましょう。ちょっと早くしないとヌカファールドっていう新しい DLC ストーリーも来ちゃうので急ごう。で今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。